んにちは、こんばんは。夕方の公園に来ております。私の頭の風船が気になったそこのあなた、おしゃれでしょ。今日はクラスターのワールド紹介なんですが、クラスターではこのようにメニューにアクセサリー機能というのがあって、その場で付け外しできるんです。さゆりちゃんを意識しております。ぽよよん、言ったらあかん言うて、もかつみさんそんな言うたあかん言うたやんの、さゆりちゃんを意識しております。さゆりちゃんとは出会いました。ぽよよん、あのまんまの人です。いい子です。お肌綺麗です。見てください、空は満天の星空。夕方の公園なんですが、ちょっと話題のクラスターのワールドで、ワールドを作ったクリエイターさんの名前は宇宙お嬢様という、ちょっとぶっ飛んだ名前の方で、素敵な感じで、そしてワールド名が無職のおじさんがいる公園ということで、それではおじさんに登場していただきたいと思います。無職のおじさんです。なんだかうなだれております、うなだれております。なんとなんと皆さん、最近このチャンネルでもフォトグラメトリックという技術ご紹介しているんですが、このおじさん、フォトグラメトリックで実際の人をスキャンしたような、そういう風に見受けられます。めっちゃリアル。クラスターはスマホで楽しめるメタバースということなので、ぜひスマホで見たらもっとリアルだと思うので、今日はこの、なんか職を失ったのかクビになったのかリストラなのかわからないんですけれども、無職だそうですね。え、うなだれる気持ちもわかるので、おじさんをちょっと、はおじさん、ごめんなさい、私多分この人より年上なので、私から見たら青年という感じ、若者という感じに、はい、見受けられます。私から見たら、はい、とっても、お肌も綺麗で若い男の子っていう感じなんですけれども、あの、若いから方から見た、口回ってないですけど、若い方から見たらおじさんということになるんでしょうか。それではちょっとおじさんを、おじさんの背中を押してみます。あ、押せる、すごい、すごい、こうやってこうやっておじさんの背中を押して、おじさんを励ます。ワールドさん、ちょっとあの、どなたかがいらっしゃった感じですけど、ただいま撮影しております。あ、隣でブランコに乗られた、あ、ブランコに乗、一回転してらっしゃる隣の方が一回転隣の方が一回転してますけど、あの、隣の方がめっちゃ、あら、隣の方が、隣の方がめっちゃブランコ、隣の方のブランコご覧ください。すごいことに、これ、標準なんですか？これできるの？じゃ、もう一回おじさんを励ましますね。頑張って。不景気とは言いながらも、頑張ってたら職見つかるよ。私はこうやって頑張っておじさんの背中を押してます。こうやって。おじさんの背中を押して、おじさん、あの、クラスターはね、ロビーとかでもね、イベントとか、お歌を歌う場合はなんか届けが必要なんですけれども、イベントができるようなので、ロビーとかでも撮影 OK ですし、なんかパブリックでも撮影 OK らしいんですけれども、はい、すいません。今撮影しておりますよ。じゃあ、さっきの人みたいに、私もじゃあ、ブランコに乗ってみようかしら。まだカメラの使い方がいまいち私、慣れてないので。これでいいですか？
うん、はい、じゃあ乗ってみますね。これどうやって乗るの？うん、わかんないよ。うん、わかんないよ。うん、わかんないよ。うん、こっちから？うん、わかんないよ。どうやって乗るんですか？うん、わかんないよ。どうやって乗るんですか？これ乗り方が。さっきあの方乗ってたけど、私乗れないよ、これ。あ、乗れる。うん？おじさんうなだれたまんまだね。反応あるはずなんですけどね。乗れないよ。あ、乗れた。乗れました。これどうやって？どうやってさっきみたいな人みたいにぐるぐるするの？あ、こうこうこう。あー！ちょっとー！あー！ちょっとー！ちょっとー！地面と空がキャー！地面、おじさんがちょっとうなだれてキャー！あー！ちょっとちょっとちょっと止まらないよ！キャー！どうやったら止まる？あ、止まる？止まる？止まるのね。はい、すいません、パンツは、パンツは、うん、これ私自転車じゃない、今日これブランコに乗ってるというより、ブランコにどうですか、これは。ブランコに、うん、ああ、これしかできないの、これ、これしかできないの。普通に揺れるとか無理なの、これ。私の場合は。一回転しかできないの。ああ、無理みたいです。あと、極端なブランコでした。やっぱり私はおじさんを励まします。この方、無職のおじさんで、フォトグラメトリックで、うん。この方は押せないでしょ、誰か違う人は。あ、この人鬼操り人形になってるのね、すごいすごい。アバター、おじさん頑張って。おじさん、皆さんもぜひクラスターの無職のおじさんというワールドに、はい、無職のおじさん、あら、おじさんもじゃあ一回転しますか。うん、おじさんも頑張って。おじさんも、ん？おじさんも一回転して、はい、おじさんも一回転して、あ、隣の人上手。思いっきり撮影映りますので、よかったら見てください。あなた映りますので、YouTube 流れますので、よろしく、そこのところよろしく。めっちゃ回ってるね、クラスターにはこんな感じで、ワールドにいるといきなりこう知らない人に出会ったりして、いいですね、こういう知らない人にたまにこうやって動画に出ていただくのもいいですね。うん、めっちゃ激しいやん、この人、この人めっちゃ激しいやん、この人めっちゃ激しい。めっちゃ激しい。めっちゃ激しいから、このということで、無職のおじさんと激しい緑の髪の毛をした、初めてお会いした方が回っておりますけれども、エンディング入りたいと思います。こんな感じでクラスターは日本語で結構検索もできるし、日本語タイトルのついたワールドが多いので、メニューを開いていただいて、検索に何か気になるキーワードを入れたら面白いワールドに出会えますので、よかったら入れてみてください。今日のワールドは無職のおじさんがいる公園というふうに日本語で検索していただけると来れるので、ぜひ来て。めっちゃ激しい。めっちゃ激しい。もうずっと激しい。あの方ずっと激しい、あの方、はい、結構でもね、この無職のおじさんとかブランコにこう着目してしまいがちなんですけれども、空も綺麗ですし、雑談にはとてもいいワールドだと思います。そしてあそこにはね、めっちゃリアルな自販機もあったりとか、街灯もめちゃくちゃなんか趣あるし、こうやって覗けば信号とかも見えるんですね。なのですごい素敵なワールドなので、スマホで遊びに来れるので、ぜひいらしてみてください。ブランコは酔いやすいですけれども、スマホで楽しんでいただけたら全然大丈夫だと思うので、スマホで遊ぶのもいかがでしょうか。以上、
無職のおじさんがいる公園からマダムココが頭に風船をつけて実況してみました。おじさんはずっとうなだれて、こちらの方はずっと回っております。このコントラストをご覧いただきながら終わりたいと思います。ありがとうございました。きょーずっと回ってビューイってずっと回ってらっしゃるわ。ずっと回ってる、すごーい。ぜひいらしてください。ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録お願いします。グッとしてる。グッとしてる。それではまた。